キャンプしてるやつがダメだけど、もうサバイバーがそれじゃダメなんだって、もう時間かけろっつう話だよ。時間かけらんねえやつがいんの。好きな方位っていうのは引いてるだけだから。戻ってくる。なってんだろ。ゲームになんねえわ、もうやられねえわ、もうよ。スマホ。トンキラーしかいなくて、うまくねえ奴らが、アンチフェイスキャンプシステムを理解しないで。もう、キャンプしてる奴がいたら、アンチフェイスキャンプシステムだと思えよ。なんだよこれ。
まず回避したからいいけど、どう取りたい？汚くはないからね、さっきのスピリットですよ。汚くはないよ、この人全然。だからまだ戦いになってんだよ。ちなみに言うと。ここで上積みねえんだもんな。この状態で。またさっきみたいになるからさ。回せなくなんだって、また。あすりつけたいわけじゃなくて、俺も追われてる。ここから離れるわ。もうどうにかしねえと無理じゃん。本当によ。嫌な予感するよな、野良モブってよ。センスがないんだもん、さっきのゲームみたいに。キャンプしてんのにアンチフェイスキャンプシステムを理解しない。発電機回さない。野良のために俺がこっちまで移動して強ポジみたいなところを使えなくて変な移動する羽目になって、こんな距離詰められてからこのポジション使うしかないっていう。いやーもう野良モブって人の苦労も理解してねえしよ。もうやらかしそうなのが野良モブだもんな、もうよ。なんでこんな救助センスねえんだろうな。で、なんで全員こっち来てんだよ。発電機のポジション探しゃいいとか、回復すりゃいいだろうよ。絶対こうだもんな、救助が遅えしよ。なんつうやりが、なんつうシルエットになってんだよ、まずよ。呆れるよな、もうこれで発電機も回さねえの。毎回こうなんだもん、野良モブってよ。で、耐久まで入れられるしよ、毎回毎回よ。なんでこんなのしかいねえんだよ、毎回よ。毎回毎回よ。なんでこんなレベルしかいねえんだよ、毎度よ。発電機は回さねえし。
胴体球入れるしよ。本当にムカつくよな。毎回こうだもん。最低だと思うよ。俺は球場全部、ちゃんとやってんのに。毎回野良はこんな救助しかしないんだよ。俺もう、マジでよ、怒るよ。発電機は触んねえ、救助もしねえ。何が残ってんだよ。敵見てそれになるわけねえだろうよ、敵を見てよ。マジで驚くわ。毎回これだよ、野良ってよ。最低だよ、野良って。2回連続耐久だよ。だから言ってんだよ。俺がやればスーパースターって上手いから、耐久まで入れないし、耐久入れても時間うまく使えるけど、野良って何のあれもないんだよ。この元気な2人が、負傷のやつが発電機回して、マジで呆れるぞ、耐久まで、人を耐久まで入れて。で、何の成果も上げないでしょ。ムカつくよ、野良ってよ。なんで手を離してんだよ。これだもん、野良のよ。よし、はい、これや、これや、ヒーローちゃん、デッドバイナイスーパース。ひどいでしょ。俺が捕まってムカついてんじゃなくて、捕まったら耐久まで入れられるの、高確率で。2対8でもそう。ひどいと思うよ。耐久まで入らねえだろ、あの試合。大丈夫だろ。救えるだろ。じゃなかったら発電機回せって話だよ。最悪でしょ、これ。マジでムカつくんだよ、もう。毎回これだから。こいつが悪いのは回復を受けないからだよ。どうなってんだよ、回復受けないって、まず。回復を受けない。言わねえわね。違うな。タップのやつ？タップのやつの下のやつって。どっちのセーブルモードか知らないけど。自業自得だよ。なんでこいつの救助必死で行って俺の救助必死で行かないんだよ。やられる覚悟で行かないんだよ。説明しろよ。俺の救助の方だろ。やられる覚悟で、釣り交換覚悟で行って。あと1台なんだから。なんで通電後に行くんだよ。まず意味わかんないんだよ。俺から言わせれば。マジでムカついてくるよ。通電後に行く意味なんだよ。ハニバル全然悪くねえから、俺珍しくキラーで全然卑怯なことやってねえじゃん、この人。まあ、俺の時に、ちょいキャンプ気味かなっていうぐらいだけど、全体的には、ゲーム性は損なってないじゃん、別に。俺の時は、俺はどっちかっつうと、キャンプっちゃキャンプだよ、俺の時ね。さっきのスプリットはもう露骨なやつやん、もう。この人は別に許される範囲内じゃない。まあ、俺の時にキャンプがあったけど、ゲームは損なってるかっつうと、損なってはいないでしょ。全体的なことを考えれば。何考えてたろうと思うや、こいつよ。武将のやつは一応発電機回すってことをやっていたよ。だから、見逃す、今回は。キラーも、まあ、ゲーム性は損なってない。キャンプの行為は俺の時にあったんでしょう。ただゲーム性は損なってない。ちなみに。うん。うん。